どうもジャイです、以前ですね、競馬の税金を僕が、まあ、マンションを買えるぐらい取られたという件でですね、審判所の方に不服申し立てを、提出していたんですが、まあ、知らない方は過去に動画にありますのでそちらをご覧ください、そしてその、不服申し立てを出してたのがちょっと進展がありましたので、今日、それを発表したいと思います、本日は、税理士の深澤先生と、弁護士の加藤先生にいらしていただいてます。じゃあちょっと、専門的なことは僕よりあの専門家の方に話していただいた方がいいので、ちょっと深澤先生、はい、今回の件がどうなったのか、はい、ちょっとお願いします。結論から申し上げますと、はい、棄却されました。おうほうほうほう。つまり、はい、ジャイさんの意見が通らなかった、はい、うん、通らなかったということですね。そうです、今回の税金に関して、はいはい、ジャイさんが、はい、2年前ぐらいでしたっけ、はい、税務署が来て、はい、それで、はい、すごい金額払えて、はい、言われて、はい、ジャイさんは修正申告をしなかったので国が一方的に課税を決定したんですね、はい、あー、なるほど。それに対して納得いかないっていうことで声を上げていただいたんですね、はいはいはい、でもそれが通らなかったということになりますので、うんうん、はい、結果的に国が言ってることが正しいになっちゃいました。なるほど、はい、まあ、じゃあ僕はもう税金払ってるので、まあ、もちろんです、もちろんです、はい、もう要は結局このままっていうことですね。そうです、はい、なるほどなるほど。まあ、今回の棄却についての加藤先生なりの見解っていうのはありますか。まあ、あのジャイさんがですね、今回、まあ、法律とか制度を変えていきたいと、まあ、お考えになったのはその通りだと思ってまして、うん、元々がですね、この法律、はい、うん、そしてまあその法律に基づいて判例がとても厳しいんですね、うん、はい、なので外れ馬券を経費にするというようなその判例の基準が非常に厳しくて、うん、まあ、実際そこに経費にできる方というのは、うん、まあ、日本全部に全部でもですね、本当にもう数十人いないんじゃないかなと、はい、もういないぐらいのもう実質ほとんど不可能だと、うん、だからそこの判例のですねところを壊しに行くと、そこはまああの裁判の中ではですね、はい、まあ、難しいと思うんです、はいはい、なのでやはりこう法律とか制度自体をですね変えていく動きをしなければやはりダメなんじゃないかなというふうに思いましたね。なのでこの棄却決定というのはまさにこの予想されていた通りで、まさに法律とか今の制度に従ってやれば、まあ、まあ本当に棄却になることはまあ想定だったというか、逆にこれでひっくり返ったらですね、逆に私たちが驚いてしまうぐらいの事案だったのかなというふうには思ってます。ただ、はい、この制度自体やはり理不尽だとは思っています、うん、というのも当たった実際に儲かった額以上に、はい、まあ、税金を払う可能性があると。 そうですね、そんなことがあっていいのかと、はい、そうすると誰もこの競馬やらなくなってしまいますよ ね、 そうですね。なのでこの制度自体というものはですね、しっかりと見直ししていく必要があるんじゃないかなと、はい、そこにやっぱり取り組まれていく、まあ、ジャイさんの指定というのは、はい、まさにその通りなんじゃないかなというふうに思っています。なるほど、まあ、僕自身が今あの MKK という団体でこれ変えようといろいろ動いているんですけれども、変わる可能性というのはあったりしますか。やはりですね、あの、はい、私もこれまで2回ほどですね、うん、あのいろいろ動いて、私が変えたというよりもしっかり社会問題になってですね、はいはい、それがきっかけで、まあ、法律が変わったという事件が2つありました、はい、例えば熱海の土石流が発生して、はい、私は弁護団長をしてたんですけども、はい、その土石流が発生したことでですね、盛り土の規制を厳しくしようだとか、はい、あるいはそのサブリース問題といって、はい、その家賃をですね取ってしまうような会社が多いことから、はい、その管理というものをしっかり適正するような法律を作りましょうと、はいはい、そういった形で社会問題が起きると、はい、国会というのが動くんですね、うんうん、はい、社会問題としてどんどん認知されていく、されていくほどですね、やはりこれは理不尽じゃないかなと、うん、みんなが声を上げれば法律というのは変えていく、うん、変えていく力があるんじゃないかなというふうに思っています。なるほど、心強いです。はい、まあ、元国税にいたという深澤先生なんですけれども、はい、深澤先生的にはこの今回の、競馬税制の件に関してどういう見解をお持ちでしょうか。そうですね、やはりこれがもう昔からもう何十年も変わってない法律、はいはい、一時所得というところで、はい、まあ、いわゆる想定しているのが、うん、あのもう本当に昔の、はい、まあ、宝くじ、もう宝くじのイメージです、本当に、はいはいはい、それで例えば、うん、まあ、ボーナスが出ました、はい、例えば、うん、まあ、例えばなんとかチャンスセンターで、はい、なんかあの、はい、ボーナスをもっと増やしましょうみたいな感じのイメージで、はい、例えば有馬記念、はい、とか、うん、僕、うん、そのイメージなんですよ、はいはい、例えば、うん、ダービーと有馬記念しか買えませんって人もやっぱりいるじゃないですか、はい、やっぱりボーナスの時期、はいはい、ってなるとそれやっぱり、うん、そこにかける人がドンっていて、はい、
でそれに対しての配当っていうのはもうたまたまだよねっていうか、うんまあ、その、はい、なんていうんですかね、うん、一時所得の定義に私はすごい馴染むと思うんですけども、うんはいやっぱりパッドとかネットとかでたくさん買えて、はい、で継続的に買える、うん、でしかもちゃんと足がつく、はいはい、っていうことだとやっぱり私はその二面性があるというかやはりそのたまたま買った人と継続的に買ったっていうのは、うん、やっぱりそこは分けられていいんじゃないのかなというのがあって、うんまあ、そもそもネットの馬券という、はい、まあ言ったら言い方悪いですけど足がつくのと足がつかないと二通りの買い方もあります、ね、そうなんですよね。先ほど加藤先生もおっしゃってましたけど、はい、だったらそれこそ場外、うん場内、はい、場外とか場外馬券場のところに行って、はいはい、普通に買ったら、うん、じゃそれどうなるのってなるわけじゃないですか、まあ そうですね、はい、そうするとね誰でも換金できちゃうわけなのでって、うん、なると僕それはすごい不公平だと思うんですよ、はいまあ、僕自身はやっぱ経費になるならないということよりも、はい、やっぱりそもそも、結構な競馬ファンたちが、はい、多額の税金を納めている状態だと思うんですよ、はいはいだからまず課税をすること自体が僕自身はちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、できればそっちの方向で行きたいなと思うんですけれども、まあ、そこら辺は国税局とか財務省の見解もあると思いますから、まあ、そこら辺の話は聞こうと思うんですけれども、はい、でもすごいいい機会になったと思いますよ、はい、私自身も改めて、はい、この法律古いなっていうことが改めて考える機会になりましたし、はいはい、でこれがこのジャイさん の, この競馬だけじゃなくて、はい、他の税金とかでもやっぱりその、はいうん、変えていかなきゃいけない問題ってたくさんあると思うので、はい、やはりそういうのは皆さんでこの泣き寝入りするんではなくて、はいまあ、どっかで声を上げて、はい、みんなの力で変えていくっていうことが重要なのかなと私は改めて感じました。なので今回のジャイさんの、はい取られた1円の行動っていうのはすごい自分の当たり馬券さらしてこんだけ儲かりましたってやることが、はいはい、僕やっぱり普通の人ではできないと思うんですよ、はい、でもそこに対して意思表示をする、はい、でそれで声を広げて、はい、どんどん大きな社会に展開していくっていうところがすごいと思いました、はいはい、で当然ね、うん、去年またハンドタフも当てられてるから当然そこはちゃんと申告私の方させていただきますので そこはよろしくお願いします。結構な3月15日すごい金額いくと思いますけど、はい、そこはよろしくお願いします。もう本当に萎えるぐらいの金額を取られるんですけれども、はいまあでも現状まだ法律変わってないので仕方ない。でもやっぱりこれ僕自身の問題というよりやっぱ競馬ファンの人たちがやっぱり未だに DM とかで、うんそれで悩んでる人とか、うん、それで困ってる人なんなら離婚した人までいる状態なので、うん、まあそこら辺は、まあ、僕が矢面に立って代表してちょっと声を上げていきたいなというふうに思っております、うんうん、ということで、まあ、今回の、不服申し立ての棄却についてはそもそも僕自身想定内であり、追徴課税を取り返したいから不服申し立てをしたというわけではなく、あくまでもこの件を皆さんに知ってほしかったということで、まあ、注目を集めるために不服申し立てをしたということでございます、なので、一応 本筋は、ここからの戦いになると思います。そして、皆さんに知っていただいたからには皆さんの、力が必要です、多くの世論とかがやっぱりないとどうしても政治というのは動かないので、これから、団体、いろいろ活動していきますので皆さんぜひ協力お願いします。よろしくお願いします。